プロレスラーの日野雄二、38が2日、先日逮捕された元プロレスラー、金村金太郎氏、53のコメントを投稿した。千葉北署は10月14日に、自動車運転処罰法違反、過失傷害と同行法違反、ひき逃げの疑いで金村氏を逮捕していた。自身の X ・旧ツイッターを更新した日野は、迎え行ってきました。 いろいろ話聞いたけど報道と事実が違うのでちょっと今後のこと考えます。中ではちゃんとしていたみたいで警察の方々の印象は良かったし体調は問題ありません。とつづり、飲食店と思われる場所にいる金村氏の写真をアップした。さらに金村氏のコメントとして、心配をかけして申し訳ございませんでした。ただ報道されているのは事実と異なってます。僕は逃げてません。 と投稿した。金村氏が事故を起こした車両は日野のものとされ、事件当時、日野は X に「金ちゃんわしが熊本行ってる間に何してるんや」「帰ったら説教」とつづっていた。